まあ、そしたらカードが挿入されていません。さっきのダムの入り口に戻ってスキー場の手前のとこですねにある公園に行きましょう。散策するにはちょうどいい天気だわ。これここにちょっと案内板あるんですけど、ちょっと今下がねこれ水たまりがそういうことになってて、あーここがダムとかちょうど見やすいかもね。まあでもなんかダムとしてなんか見応えがあるかって言われると、まあ他のねところのダムに比べるとちょっと見応えとしてはあまりないかもしれないな。気持ちいい場所ではあるけどね。この水はどっから出てきてんのこれ。 OK 戻ってきました。ここを右行けと。で、湖畔公園コロサって書いてあるんで、ここはね結構あの駐車場のもう広めの駐車場があって、でなんか広い公園みたいな感じになってたはずなんで、まあ、調べた感じだとね、うん、でそこからもう少し行くと、スキー場があるということですね。なんか石めっちゃ落ちてるわ脇に。湖畔公園これさ、これ右か、ここね、ここすぐ案内図があるね。案内図があるわ。あーでも道幅は全然広いからこっちの方がいいね、走りやすい。ただ傾斜がきついな。よっと、これは本当冬場スキー場に行くってなったら大変だな本当な。展望台広場ってあるな。あ、こっち行くとね、そっち行くとか行けなくなってるけど。 OK 駐車場来ました。ここに止めよう。止めるか。シフトレバーがリバースに入りました。車いっぱい止まってるわ。さあということで、湖畔公園コロサっていうところに来ました。あの上に見えるのがあれがスキー場だと多分思うんだけど、ロッジだと思うんですけどね。で目の前が公園になってますね。まあ、ちゃんと手入れされてます。綺麗です。現在地、ああ一応キャンプ場なんだここね。キャンプ場になってるね。あっちの奥か、奥がキャンプ場か。で、やっぱり上がってくと、うん、あふれあいセンターやまびこ場、ああそっちか。ああだからやっぱそうだね、スキー場だね。で桟橋があって野鳥、あ野鳥の観察車なんだ。ああんでこうずーっと歩いてくと植物園があって、さっき見えてた橋だね、橋がこれだ。で種ダムだ、さっきのダムねに行けるということね。うん、やっぱりあのさっきのね道をずっと行けばここまでたどり着けるんだね。うん、あそこが桟橋だね。あーこれこの駐車場はキャンプに来た人の駐車場なのかな。これでも公園の下の中入れないようにしてあるね。うん、入るなってことかな。山彦荘って書いてあるね。野鳥観察車ってどこにあるんだろう。ここから見れるのかな。まあでも綺麗なとこだね。ちょっと
そう、のんびりするにはいい場所かも。さて、まあ湖畔公園はとりあえず飲んでいっか。まあ釣りのメッカって感じですね。なのでせっかくここまで来たんで、もうちょっと先まで行って伊勢レギさんの方まで行っちゃいましょうか。うん、今まあ地図見てたら、まあ、そんなに遠くもないんで、伊勢レギさんの方に行って、で宝達清水の方にこう降りて抜けるみたいな感じで帰ろうかな。人多かったな。もっと人いないと思ったんだけどね、ここね。よいしょ。でこっちをそのまま行くと伊勢剣山にそのまま行けそうなんで行きましょう。道もなんか走りやすそうだし。おお、いい景色っすね。結構あれじゃないですか、こうやってドライブ動画いっぱい撮ってますけど、あのこの画角に入ってないところのあのチラッと見える景色とかがすげえ綺麗だったりするんで、本当はねそういうのもところもね、あのお見せできればいいんですけど、そこは、まあ、走ってみてのお楽しみみたいなところにしとこうかな。なかなかこれ難しいですからね。360度カメラとか使わないと無理かな。でも設置してる場所的に360度入んねえしね、これな。そうだから、まああれですよ、こうドライブ してこそ味わえる景色っていうのももう確実にあるんで、はい、今こう映ってないところの景色ね。まあ、風景楽しむっていうのが好きな方は、本当にドライブした方がいいと思いますけどね。うん、県道でもないのかな。来ました、この辺だろうな。左行きゃいいのかな。これなんかマップ出てるけど、ちょっととりあえず左行こうか。行けんの、狭くなるけど大丈夫。ああ伊勢剣山ここだな。これは登るのは大変なんでちょっと行かないですけど、当てずっぽう出ました。うわこれ怖えな。速攻あるし、横はガードレールもなんもねえし、これは怖いな。これはすれ違うのも嫌だな。これやめとけよかった、やめとけよかったな。これとは言ってもこれ戻れねえし、もうどうすんだよこれ。予定ではなかったんだけど、あここで帰る、ああ無理か、無理だな。一応登れるけど、一応上にお寺あるみたいですね、なんかね今見る感じ。あこの先ちょっと広い、やめてくれなった。急に集落が出てくるね。ちょっと待ってよ、ちょっと待って。はい、さっきの湖畔公園コロサってとこから、少し走って伊勢剣山までやってきました。この上に行くと史跡あるみたいですね。でやっぱり道は合ってますね。さっきの超絶やばそうな道入ってきましたけど、まあ、ここ先行くとなんか資料館があったりとか、するみたいですね。これ民家なのかな、うん、このねこれ石垣とかもちゃんとあるんで、ちゃんとあの歴史的な遺跡みたいですね、がちゃんとあるようです。でせっかくなんで少し歩こう。
ちょっとだけ見ましょう。なんか特段珍しいものがあるって感じでもなさそうなんで、ここに一応書いてあります。うん、資料館とか行くときは、まあ、この先の道ですね。この先の道、で一名坊跡っていうのかな、で本社跡って書いてあるのが今の上の方ですね。で下に降りていくと一名坊跡って方に行くのかな、この先ね、こっちですね。登るのもしんどいからちょっとこっち下行ってみよう。この石吹山はね、さっきもてか前回かな、動画でも言ってると思うんですけど、紅葉がね綺麗な場所でも有名なんですけど、これはでも来るの大変だな。あ、でも完全にこのなんか跡みたいな史跡だね。史跡だわ、こういうのとかね。史跡だね。東蔵院、これも跡だろうしね。実際何もないしね、復元がされてたりするわけでもないし、先行くと明蔵院って書いてあるね。結構ね有名な場所なんですけど初めて来たな。あーでもぐるっと回って歩いたりできるようになってるね。ここもなんか登ってくと階段もあるし、ただな最近はな、熊、ほんと熊がさ多いからね。あ、これだいぶ下ってるな、大変だな戻ってくるね。まあ一応そういう史跡巡りみたいなのができる場所になってますね。よいしょ。さてここもまあ若干チラ見程度ですけど、一人でさっきのところまで戻って車来んなよって感じですけど、怖えな、ここは怖えわ。で街中の方に出て今日は帰ります。途中どっかなんか野鳥かなんか撮れる場所があるとよかったんだけどな。ここはね、ほんとこれリゴをする場所ないんだよな。この辺ぐらいか、あとはもうちょっと無理だぞこれリゴをするの。別に一方通行でもねえしな、ここな、ほんと来ないでって祈るばかりだな。ここよ、怖いのが側溝と崖に挟まれてるこの場所ね。これは RB3 以上の車幅の車で来るとちょっとやばいかもね。まあ、RB3 がねちょうどぴったり1800なんで一応基準にはなると思いますけど、ここだな、せいぜいもう入り口のここぐらいしかないもんな、離合場所な。あとこれトイレか、ここのトイレね、このトイレは一応これ車1台、で車椅子用で1台だからなかなかリゴするのも大変だな。こんな来ないで、ほんとやだわこれとこ。ああ久々ホッとするわ。よいしょ。でこれを左に行って行きましょう。また城崎線展望台、まあ、展望台あるのこの上に。あらまた険しそうなここだねこれ。あでもだいぶ景色はいいかも。これでもどっか途中止めれるとこないかな。今のは展望台まで完全に上に登んないと。あーすげえ、ここすげえわ。ちょっと止めよう、ちょっと止めます。よいしょ、 OK。 これはすごいわ。はい、ちょっと急遽止めました車。すげえ綺麗。これどっち方面だっけな、方向的には
山見えてるから富山方面だと思うんだけどね。うわすげえ綺麗。これ見えるかな。あの奥は多分立山連峰だと思うんだけどな。多分だけどね。ちょっと帰ってから確認しないと分かんないですね。あとでテロップ入れとこう。ちょっとズームする。マックスズーム、これでマックスですね。今 RX100M7 で撮ってるんでズームできます。これは綺麗だわ。こういうところになんか展望、あ、スポットあるといいよね。で、さっきの、白返し展望台ですね。あそこ上登れば、多分この景色は見れると思いますね。うん、ちょっと登るの大変そうだったんで、やめましたけど。これは綺麗だわ。どのアングルがいいかな。この辺かな。ちょっと引きの方がいいな、やっぱな。この辺かな。いやー綺麗だね。